平面検索は工作物の平面に回転する砥石を当てて検索する加工です。テーブルが長方形で往復運動をするものを平面検索板と呼び、円筒形の砥石の側面を使って検索します。またテーブルが円形で回転運動するものをロータリー平面検索板と呼び、円盤形状の工作物の検索や製品を並べて量産加工を行うのに適しています。共にミクロン精度の検索加工を行うことができます。